皆さんこんばんは。こんばんは。第29回ビリヤード超人列伝の時間がやってまいりました。今日の予定は一つ目に全日本選手権栗林超人 vs アレックス・パグラヤンの試合の模様、2つ目に栗林超人インタビュー、3つ目に生中継リクエストコーナーの3本立てでお送りいたします。それでは全日本選手権栗林超人 vs アレックス・パグラヤンの試合をご覧ください。 VTR スタート。はい、今日は新しいシステムを導入しての放送となりますので、ちょっとパニクっちゃったらごめんなさいですね。はい、今日はこのように線をかけるようになりました。で、僕これ初めて操作しますので、なかなかうまくできないかもしれないですけど、ご了承ください。さあ、僕はこの時初対戦だったんですけど、はい、そうなんですか。そうです、アレックス・パグラヤンとは初めての対戦で、かなり緊張してました。全日本選手権ともなるとやっぱ緊張しますんで。そうですね。ちょっと気持ちよくなってますね。やっぱこういう選手と戦うときはね、やっぱプレッシャーがあるんで、すごく楽しいですね。栗林超人も緊張とかするんですか？あ、しますよ。僕は常にします。震えちゃったりするんですか？僕はもう全身震えますね。見えない？いや、見えますか？隠してるもん。あ、これ、あれですね、4から5、5、書けないですか？お、書けましたね。こういう感じですかね。全然違いますね。いや、理想はこうだったんですよ。ああ、なるほど。理想はこうだったんですけど、はい、すごい弾けるんですよ。そうですね、コンディションが。はい、で、これをカットに行くんですけども、今のスキッドを着てるんですよ。この試合はスキッドすごい多い。そうですね、やっぱコンディションがやっぱ良すぎるので、急スピードを上げちゃうとスキッドしやすいんです。だからそのコンディションに合わせた力加減でボールに当てないと、やっぱいろんな現象が起きてしまう。だから急打者でも一緒だと思うんですけど、スピードを合わせなかったら必ず持ってかれたりスピードが落ちたりしやすい。で、それをこうしっかり把握してコンディションに合わせないとうまいこと取れないですよね。パグラヤンらしい感じの派手な、派手な感じで。もう全然すごいですね。待ってる時もほとんど見てない振りをしてるように見えますけど、かなり見てますから。やっぱ僕はこのカマーバンド、このカマーバンドにちょっと面白かったんですけど、外人選手で、フィリピンの選手でカマーバンドしてる選手って初めて見たんですよ。あ、そうなんですか。はい。そうかもしれない。
これ誰かに借りたんじゃないかと思うようなカムアバンドでしたけど。1から2ですね。1から2は多分こういう感じで、はい、ね。で3番は次これですかね。そうですね。2ですね。見えないですね。アブカートですね。あ、こうですね。こう来て。はい。これは非常にうまかったですね。やっぱコンディション、ちょっと多分2番に対して、暑すぎたんで、うん、まあ最後取りに行けばね、まあこっちの下取ったとしても4に対する形よりはサイドに取った方が4には繋がりやすいですね。だからそこにコントロールできるっていうね、このいきなりのこのコンディションのこのコントロールはすごいですね。すごいです。これをちょっと、すいません、本当はもっといい、ね、いい場所から撮影する予定だったんですけれども、スカイエーさんが、ここで撮影してるんですよ。で、本当はここから撮るつもりだったんですけれども、スカイエーさんが撮ったので、この反対側ですね。反対側、こっちの方から、撮ってます。だからちょっとペンもなかなか書きづらいんですよね。はい、アレックス。はい。あれ3体。3対0ですね。この時のアレックスのブレイクは全部カットブレイクでしたね。ああ、でしたね。こうレールから、ここから、ここからこう打って、こうして、こうして、こうするんですよ。で、ワンボールが落ちたら、まあ、こっちから打ったり、こっちから打ったりするときによりますけど、必ずこう来て、こう来て、ここで止まるんです。必ずここで止まるんです。完璧に狙ってます。で、この僕1点取ってるんですけれども、あれですね、その手玉をバタバタしてくれて、スクラッチしたときに1点取ってるだけで、これは素晴らしいコントロールですね、ブレイクも。これもね、今ね、この間ここしかないんですよね、スペースが。で、縦球の真ん中突きでここに持ってきてくる。うわ、すごいコントロールですね、これは。この時にもういつも当ててるんだろうと思ってました。あ、矢野さん登場ですね。矢野さんです、これ。これ矢野さんです。一日だけ一緒に飲みました、ね。あ、そうなんですか。はい。では5から7ですね。ですね。まあ、コンディションによってワンクッション、ちょっと見えないですけど、コンディションによって、こういう場合もありますし、直接こう行って、こういう場合もありますね。まあ、大体、この辺ですね。
これもこれはワンクッションでいいかもね、うん、まあ、今のはこうでこういうイメージもあると思うんですけどね。ただやっぱコンディション打者なんで、うん、ひねりがどれだけ噛むかまだ分かってない状態だから弱い目で、うん、できればナインボールはこの辺とか、今タグがついてるこの辺か、うん、この辺からつくのが一番理想ですから、うん、ね、これで5対1ですね、うん。まあ、この時僕は早く回してきて、回ってきてくれないかなと思ったんですけど、まあもうこのこれぐらいの選手とやるときはもう回ってこないなって思いながら、なかなかチャンスが来ないんで、まあそれ当たり前だと思ってますね。そこでノーイン来ましたね。これはプッシュアウトですね、はい、ここにプッシュアウトする予定です。ちょっとまだ操作が慣れてないんで、ここですね。あ、わかりましたね。そう、操作が少しずつ分かってきました。いや、一緒にいつもジャストドゥムービーを責任持ってやってくれてるのが、うちの、S さん、S 管理員、はい、いや、本当にだいぶ良くなります、はい、これ僕プッシュアウトで、こうして、この裏をくぐって、こんな感じのイメージだったんです、本当は。で、やっぱ、この局面でこのプレッシャーだったら相当嫌だったんで。まあ、これが圧が当たって、こういって、こうでもいいんですけどね。こうって。ね、すごい、まあ、ここに、あれ、これ、本当助かりました。でも、まあ、一番が必ずこの辺に止まる、この辺に止まるつもりで、行きました。この時やっと来たと思ってましたね。でこれもう8番が邪魔しに行ってね、最初はこっちここからね、こう行くつもりだったんですけど、もうここですね、ここを取りに行きますね。どうですか、この時、まあ、ファールしてフリーボールが回ってきた時の心境っていうのがこの中で全く分かんないですよ。手玉のどこ行くんだろうみたいな。いや、すごい不安です。ただ、まあ、しっかり逆ひねって、まあ、僕はここのポイントを狙っていくんですけど、まあ、ここの形からしっかり逆ひねれば、絶対ここにしか来ないっていう場所に手玉を置いてるので。で、次3番、これですね。4番がこれですね。これも結構ね、3から4がこの辺に出てくれれば最高ですね。で、これも最初のイメージはこういうイメージだったんですよ。こういうイメージだったんですですけど、見てたら逆切ってこれの方がいいんじゃないかと、4番に対して厚く残したいんです。まあ5がここなんで、
でそれがちょっと、押し玉が鈍っちゃってちょっとちびってました。押しがしっかり入りきらなくて逆が滑っちゃって、でまあたまたま見えてたって感じ。これはこういってこの間を抜いてでこういうふうに出した。これは本当にラッキーですね。このラインがすごく見えてたんで、これはすごいラッキーです。でこれはもうあれですね、5から6に対して厚く残せばもう終わりなんですけど、やはりこんだけリードされてると右手がおかしいですね。出だしにこの球を、こういう球、こっち側で5番を、スキップで外してるんで、イメージが悪かったですね。結構薄いです。ね、また薄いですね。ここ本当はここまで出てくる、ね、厚めに残したら、厚めに残せばね、ストップみたいな感じで7番に対していい形になってくれる。こっち側は6番なんですか。はい、そうです。シャンマンだ。もうこういう穴前の球もやっぱしっかり振りを確認しに行かないと、そうですね、思ったようにコントロールできないですね。難しいですね、試合っていうのは。ここにマチルヨさんがいますね。マチルヨさんが写真撮ってますね。バリオープンで一緒でしたね。あ、一緒に行ってきたんですか。はい。高山さんはもう、あれですね、ずっと汗かいてる。暑かったですからね。はい、これで2対6。はい。さあ、これ取り出しですね。取り出しが1番、はい、これはすんごい嫌でしたね。まあ1番頑張って入れ位置、これはもう入れ位置進んでいきましたね、しっかり、はい。でね、これね、引けちゃってるじゃないですか、はい、今度はここ止めるつもりだったんですけど、まっすぐ抜けしたかったんですけど、ちょっと下突っ込んじゃったら、ちょっと引けちゃったんですよね、もう完璧にちびっちゃったんですね。で、これを僕は、コーナーに行きます。コーナーに行って、こう手玉を、こういう感じですね。こういう感じ。多分こんな感じですね。のイメージです。まあこれも玉一個本当に新打者だったんでまだ入ってくれたっていう感じですね。本当厚い目からゆっくりいけば入る。うん、それにしてもあれですね、こっからの画面は矢野さんと虻川プロが、矢野プロと虻川プロがいっぱい映りますね。矢野
の頃はものすごい大きいですね。大きいですね。僕が構えてるのと全然違いますもんね。アブカープロも。あ、高いですね。高いですね。うん。ここはチャンスですね。うん。フリー追い上げモードに入ってますからね。でその後取り切って5点ですね。はい、またこの7番がね来たことによっても嫌なんだよね。僕はこれをこういう風にしてセーフティーに行ったんですよ。そしたら気づいたら1番が入っちゃってた。ああ、なるほど。これは本当にラッキーでしたね。スクラッチすると思ってましたけど、手玉こっちに当たる。時にスクラッチするなと思ってたんですけど、うん、こっちはもうサイドがスクラッチしちゃうんで、うん、絶対反対側にしか当てれなかったので、うん、ファウルですね、はい、この配置だったらこの7番が嫌ですね。はい、この7番が嫌ですね。この8番が遮ってるんで、そうですね、今日も行けないからね。ね。で、なんか僕らの記憶ですけど、ここのポイントからこの8の間、この間、はい、このスペースからなら7番がある。あっち、右上のコーナーですね。はい。で僕の中でこれをストックして、こういうイメージの取り方でいったんですね。でやっぱりコンディションがこれがいいと思ってしっかりいったつもりだったんですけど、今のは僕の反省なんですけど、はい、こう言ってこう言ってこう言ってこうの方が良かったですね。あ、うん、信頼性がなかったら今ので全然できるんですけどね。なんかいつも通りのイメージついちゃったって感じ、気をつけずに。で66に追いついてるのと66に75にされるのでは全然大違いですからね。
それで7対0ですね。アレックス、あと2個ですね。あ、リーチからね。これはすごい嫌でしたよ。はい。僕はでも、もうこの時のアレックスの表情を見て、あ、もう回ってこないなと思いましたね、正直。これはね、非常にうまかったです。そこまで押さない、押しすぎると絶対6に当たるんで、そんなに押さない押し玉でしっかり弾きに行ってこうですからね。気持ち逆ついてるかもしれないですね。これはもう本当にもらったですね。これ一発ですからね。で真ん中の今の球で真ん中で弾きに行って、これも考えられると思うんですけど、そこまで出ない。距離を稼ぐために押しに行ってるんだと思います。で、これもちょっと引きすぎちゃったんですね。この辺で止めたかったんだと思いますよね。4番ですね。4番、5番、6番の順番ですね。これも非常にうまかったですね。僕だったらこう押しちゃうような感じなんですよね。しっかり突きたかったのにね、厚みに対して結構狭かったですからね、サイドピケット。まあ、直接ワンクッションでもいいと思いますけどね。そうですね。こういうところ問題ありますよね。ここで残さないんですね。ここで残さないで、ここで残すっていう。診断書とかだったら、やっぱこういう振りの方が。はい、OK。これで、自分敗退ですね。はい、以上、栗林 VS アレックス・パウライアン選手の試合の模様をお送りしました。はい、レース2・9、9対5でパウライアン選手の勝ちです。はい、調子に電話がありましたね。はい、インタビューのコーナーですね。これは5分なんで、はい、選手権、はい、この次大連、はい、富山県オープン、はい、バリオープン、はい、これを5分間にスピーチしてください。スピーチですか？インタビューだよ。まあじゃあ、相当忙しいね。11月の末ぐらいから忙しい、はい、
2週間ですか、約。そうですね、2週間、3週間近くですね。2、3週間の間。選手権が19からなんで。そうですね、はい、19から24。選手権ですよね。そうですね。で、帰ってきて、次の日大連、うん、中国大連。そうですね。で、4日目に帰ってきて、で、次の日、富山県を。はい。で、次の日、バリオープン出発。次の日、バリオープン出発ですね。はい。途中なんかあの風邪ひいてちょっと喉がながらにしてた時とかもありましたけど。はい、そうですね。はい。でもだいぶ良くなりました。気をつけて、栄養に気をつけてご飯食べたら大丈夫です。もう大連とバリなんて温度差40度ぐらいあるんじゃないですかね。そうですね。下手したら。はい、かなり違いましたね。そうですね。はい、ではまず選手権の方は、はい、今年の選手権はどうでした？そうですね。本当に悔しかったですね。あれガビラ戦。はいはい。アグラヤン戦は自分がもう本当にいいゲームミスをしたんで、もうガビカはすごかったみたいですね。ガビカ戦はもう本当に悔しかったですね。はい、だ自分のその弱点をよく分かりましたね、今回で。僕、まあ現地で見てないんですけど、はい、まあ、あのうちのカメラのスタッフが行ってて、はい、ずっとメールでくれてたんですけども、はいはい、ちょっとタイムアウトが分かれ目になったかなっていうのがあったんですけども、タイムアウトの取り方、まあ、でもタイムアウト取ってからはもうほぼしっかり行かれましたからね、はいはい、あ、じゃあ向こうのタイムアウトが上手だったというそうですね、はい、で僕もタイムアウト取ってると思うんですけど、うん、確かなんか本当にトイレ行きたかったとか、はい、なるほどですね。はいはい、じゃあ選手権の方はちょっと残念な、はい、そうですね、うん、じゃあ来年来年頑張る、本当に頑張ります。で続いて大連ですね。はい、はい、大連は楽しかったですね。楽しかったです ね、はい、もう本当ビリヤードを通してね、こういろんな人と友達になれました、ね、そうですね、交流できました、うん、大連チャンピオンとのね、第ナンバーワンの選手との対戦もありましたけど、はいはいはい、実際どうでした？わ、すごい入れますね。うん、すごい入れると思いますね。びっくりしました、僕も見てて。土手だろうが、縦球だろうが、なんだかのもう、すごい入れてましたね。入れることに関しては、もう世界チャンピオンじゃないかみたいな感じでしたね。セーフティーに行かないですよね。はいはい、その分、やっぱり僕の方がこう楽な部分が。はい、まあ、対戦しててありましたけどね。セーフティー行った時に、逆にそのセーフティーのレベルを見た時に、そのギャップも結構びっくりしましたね。ね、あれだけ入れるのに、そうですね、そのセーフティーみたいな感じもありましたもんね。はい、ありましたね。はい、なかなか、うん、手玉をもっとコントロールできるようになったら、すごい強敵になるんですよね。はい、でね、先週ね、玉突き中毒の、はい。はい、あの、同級中毒、玉突き中毒ですね。あの、ステッカー紹介させてもらって、あ、はいはいはい、はい、たまにね、うちの代表の方にもメールが来て、栗林さんにもよろしくっていう、あ、ありがとうございます、はい、皆さん見てますかね。見てくれたら嬉しいです、ね、嬉しいですね。日本人がね、10人ぐらいそのオルハウスにある店でね、あ、はい、うん、プラムでしたね。ん、プラムって何、プラム、プール、プラム、プラムって名前、はい、間違ってたらごめんなさい。すごいいい店でしたね、楽しいひとときを。はい、で、大連から帰ってきて、はい、翌日、鼻じゅるじゅる言わせながら、そうですね、はい、富山県オープン、はい、で、優勝、まあ、はい、そうですね、うん、決勝は、師匠、西川選手、はい。これもね、いずれ放送すると思いますけどね。はあ、正直見てて相当コンディション悪そうだったんで。相当体調悪かったです。はあ、かなり悪かった。悪そうでしたね。あ、今日ダメかなと思ったんですけど、やっぱり優勝しちゃうんで。はあ、あれはラッキーですね。ラッキー。運が、運があります、はあ。で、バリオープン。そうです、はい。バリオープンは実際調子はどうでした？調子は良くもなく悪くもなくだったですね。決勝はまあ残るだろうなというメンバー、まあ分からないんですけどね、だったんですけども、ベスト64で、はい、まあ、次
隼人さんね、気づかれた頃と当たるかもっていう状況だったんですけども、はい、隼人選手は16で、ごめんなさい、64で負けちゃったんですよね、隼人ね、気づかれた頃は、はい、あの相手の人は強かったんですか、その後、本当今回見てびっくりしたんですけど、はい、土方プロがあんなにミスをするところを本当に久々に見ました。だから本当全部自分でも集中全くしなかったって言ってました、はいはい、じゃあコンディション的にちょっとあんまり良くなかったんですよね。なるほどですね。で僕が64のインドネシア人の選手とやった時、はい、その選手はものすごく強かったです。なるほどですね。はいはい、はい、あ、シャツかっこいいね、これこれ続いて、はい、これ僕のユニフォームです、はい、これね、襟に刺繍するの皆さんパクらないでくださいねしばらくはオリジナルでやっていきたいんで。でバリーは最後チャンペイウェイ、チャンペイウェイですね、はい、はい、まあその、あの隼人が負けた相手に勝ってで、チャンペイウェイ、はい、チャンペイウェイはどうでした？チャンペイウェイは勝てたゲームだったんですけどね、あちょっと途中回ってきたボールとイージーボール、はい、イージーボールをちょっと終始リードしてる展開でしたよね。そうです、はい、前半にチャンペイウェイ選手がミスが出たんで、はい、それを取ってたんですよね、ほとんど、はいはい、で、まあ、4-0 までいったんですよね。で 4-0 からですね、僕が失敗して、はい、でそこからじわ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 と、あで僕も途中2回ほどやっちゃいまして、うん、負けます、ね、フルセットで負けました。なるほど、ね、それじゃあやっぱりそれも悔いの残る、いやそれは自分でやってるんで、あなるほど、はい、ね、自分でやってるんでそのミスがなければ勝てたんで、うん、はい、あと皆さんも見てて上橋プロ対川端プロの、はい、あのファールセーフ、はい、あれちょっとね、まあどっかのブログでも出てたんですけども、うん、あれもちょっと話、まあ、いやもうそれはレフリーのジャッジミス、はいはいはい、まあ、明らかにセーフです。明らかにセーフをファールってレフリー、レフリー、レフリーがついてる時に、うん、そのレフリーの判断に、ね、うん、全部任せなきゃいけないので、はいはいはい、相当ひどいミスジャッジだったんですか。そうですね、あそれはもう他の選手、川端プロだけじゃなくて、はい、僕もセーフだったんですけど、はい、ファール、まあまあ、それは8番、9番だったんで、はい、もうどうしようもないんです、あ名前に残っちゃったんで、はい、もうどっちでもいいんだよ、でも、ミスジャッジはいっぱいありましたね、セーフなのにファール、で、大井プロも、あの8ボールの世界選手権の時に、全然セーフなのにファールっていうジャッジを2回、何でそういう間違いが起こるんですか。多分レフリーの知識が不足してるんでしょう。当たり方でもですか。そうですよ、もう全く 動きで判断しないとね、はいはい、こう見て、あの実際こうレフリーをするときに、はい、あのこうどっちが当たる先に当たるかって見てると、うーん、ファールっぽく見えたりするんですよね、はいはい、でもボールの動きを知ってればファールじゃないファールっていうことは判断できるんですよ、はいはいはい、だからそのレフリーが一生懸命ボールを見ちゃってるんで、うそういうふうに錯覚を起こしたんだと。いや、もう仕方ない。レフリーの判断なんで。まあ、国際試合ならではですね。仕方ないです。わかりました。はい、まあ、以上でインタビューの方を終了したいと思います。はい、では次がリクエストコーナーですね。久しぶりのリクエストコーナーなんで、皆さん、チャットの方がちょっと重たいみたいですけど、はい、ぜひ。はい、はいはい、じゃあリクエストコーナーの方お願いします。はい、どうぞ。リクエストコーナー久しぶりです。はい、久しぶりですね。カメラブレすぎって書いてありますけど、あ僕ね、清掃っていうか、これ、私仕事柄いつもこの格好なんですけども、これに違和感を覚えられる
ちょっと僕もそうですね、営業がお仕事なんでちょっと恥ずかしいですね。まだまだ貫禄が足りないんですかね。あ、ちょっと2回目が邪魔ですね。はい、でなんかリクエストをどんどんください。まあずっとね、超人の練習を眺めるっていうコーナーになってしまったのでてましたね。はい、この間はお騒がせしました。はいはいはい、あ、先週ちょっと見れなかった方ね、残念でしたけど今日からもう見れるというね。はい、強制ドローはできますでしょうか。え、強制ドローってどういうことなんですかね。強制ドローってどういうことですか。あ、っていうか、コロッケお願いできますか。コロッケっていうか、コロッケお願いできますかという、西の方からのチャットですね。あ、あれですか、テープっていうかさんです。っていうかさん、あ、はいはいはい、はい、え、あ、はいはいはい、コロッケお願いしますという。え、コロッケお願いしますという。そんな変貌までしなきゃいけないんですか。そうですね、一応じゃあカメラの方、今ライトが顔を手にえ、どこでするんですか。ここで見えないじゃないですか。あ、見えます見えます、大丈夫です。いや、本当にするんですか。そうですね、はい。はい、以上です。超人のコロッケです。あの、皆さんこれちょっと本当今日ある方との約束なんでやれないようによろしくお願いします。じゃ あクッションに入った後に進行方向が変わるドローですって。クッションに近いのクッションに近いクラスですね、はいはい、こういうのですか。いや、ではこう言ってこういうふうに弾く。あ、はいはいはい、やつ。あ、こういうのを、はい、じゃあ2番でな、こんなんで、はい、でここのね、こういう玉、これを順で弾かずに真下で弾くみたいな、多分こういうことだ。あ、全然弾けなかったです。弾けなかったです。玉の音がすごかったですもん。あ、全然弾けないです。弾けてるんですけどね、なかなか気持ち悪い動きはしてるんですけど。じゃあラストトライで。はい。そんな弾けるもんなんですか。弾けます弾けます。でこういうの言うとね、結構超人成功させるんです。よし。いやね、本当に日常普通の球じゃ見れないぐらいのジャンプが。これでいいんだけど、多分そうだと思いますよ。まあだから弾きでかい、こんな感じですね。はい、ちょっと違いますけどね。おお、弾きがでかいやつと、はい、クッションに入ってから弾くのは違うんで、クッションまで近かったら簡単なんですよね。逆にそれをミニコーナー、その6番をミニコーナーとかに狙ってもうちょっと厚めにしたらで、あ、こんなん、そういうの、こんなんですか。多分そうだと思います。そうですね、はい、そうですって出ました。そうです。あ、じゃあもう一発ぐらい見せておきましょう。もう一発いってみましょう。はい、気持ち悪いです。はい、すごいですね。
カメラに。いや、何にも、でも普通のビリヤードのプレイヤーに何の参考にもならないです。できませんから。おっと、ちょっと。コツはありますかっていう質問が。コツは、できる限り引く。強く、もう強く引く。できる限り強くつくという。引くんです。はい。引く、はい、はい、今の球をこう横に行くときに大体の人胴体上がっちゃうんで、はいはいはい、僕も最初胴体上がったばっかりだったんでしっかり引くこと、はいはい、勝手に弾けると、はい、もう本当になんていうそのこれぐらいの球をまっすぐ引くっていうときと一緒ですね、はい、それに振りがついてるだけですから、はい、このまま一生懸命普通に引けば勝手にこう引けます、はい、なるほどですね。わかりました。じゃあ次は、はい。滝角はありますか？あ、新押しのやり方。で、新押し？はい。新押しのやり方という。僕、昔、ビデオかなんかで新押しは、こう押すとかっていう、はい、僕の中での新押しは違って、はい、芯ついて押すっていうだけなんですけど、はい、あ、芯ついて押すんだ、だから芯をついてちょっと前に出すって、はいはい、これが僕の中での芯押し、はいはい、多分ね、弾けない押しのことなんじゃないかなと、弾けない押しどうですかね、3-0、あ、そうですということです、分かんないですね、弾けない押しだったら芯つかないですから僕は、あ、上つきますか、はいはい、これがね、そうなんです、これ308323、これ僕もね、よく昔芯ついて押したら重たい押しになるとかって習ったんですけど、栗林プロに言わせるとそんなことはないっていや、芯ついたらやっぱり芯のアクションが出るんで、はい、それをただ単に芯で合わせて上にこう逃がして上ついてるだけ、はいはいはい、っていうふうに僕は考えがまとまってるんで、はい、だからその芯で合わせて上に手を逃がしてっていうやり方だったら上ついてます、はいはいはい、だから芯で前にずるって出すショットは実際これは今のが早く押しをかける、はいはいはい、じゃあこれは栗林プロが正解ですと、はい、その芯をついてしまったらやっぱり重心をついて、うん、はい、スピードは速くなってしまうんで、その分勢いが余る横に弾ける、はい、でも上をついたら勢いがなくなった状態でと、はいはいはい、だから芯をつかないように俺は手をついたって、はい、芯をついて押したら必ずこうなります、はい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 、ああなるほどですね、すはい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 、ああなるほど、だから芯押しっていうのは上をついてるんじゃないかなって僕は思ってます、あ、栗林プロの声がちょっと待ってください、いけてますか、皆さん聞こえますか、あ、聞こえますか、ちょっと電波が悪いんですかね、聞こえますか、最初のね、あ、聞こえるそうです、はい、ね、最初の胴体のじゃあ合わせる場所をですね、あんまりやっぱり昔からよくねありますもんね、その芯押しっていう謎のバルドチェックが、はい、それはちょっと分かんないです、本当に実際芯ついてるってできるのかもしれないんですけど、はい、僕はそういう風に覚えました、はい、覚えましたというか自分で、まあ簡単に結論を出すと弾けない押しは上をつけと、そうですね、上をついてできるだけトップスピンをかけてあげる、はい、弾ける押しは胴点を中心に近いところにでしっかり押し込む、スピードを上げるという、そうスピードを上げると、はい、よろしいでしょうか、では
次はどうしましょうかね。ジャンプの押し玉と引き玉、これは難しいことですね。はい、じゃあ引き玉はちょっとですね、押し玉もあんまり、あんまりそこまでシビアにいかないですよね、ジャンプって。そうですね、大体実際はね、はい、入れば OK の時にしかいかないですね。はい、押し引き玉、引き玉、はい、はい、引けてますね。はい、はい、引き玉乗っかっちゃいましたね。はい、実際追っかけてスクラッチが嫌な時に下つくって感じですよね。そうですね、はい、じゃあ押しっていうのはどっちが飛ばしやすいですか。ジャンプ群によるんじゃないですかね。ああ、なるほどですね。じゃあ、エアドライブ 31,500 円はどっちがいい。エアドライブはそうですね、上ついた方が飛ぶんで、芯ついた方が飛ぶんで、はい、押した方が楽かもしれない。はいはい、でもどっちもできます、僕が使った、このエアドライブは。ああ、なるほどですね。っていうかが省略されてますね。はいはいはい、あ、ちょっと340343の質問は置いといて、試合で9番だけの状態、9番だけの状態で一番嫌な球で、セーフティーにはいかない球で入りに行くんだけども一番嫌な球、セーフティーにはって一番嫌な球でしょ。はい、タッチ、タッチ、タッチ。ああ、どうして嫌だっていう、もう全く分かんないこれはもうどうでもないと思う。カードとプロはこんなバンドばっかり入れてましたけどね。はいはいはい、もうでも半分フロック出てくれるぐらいの勢いで、どうしていいんですかね。でもまあ逆に厚みのある球、厚みのある球っていうか、そのバンクじゃなくて普通に狙うとして、もうとりあえずこういう土手突きで薄いとかは嫌です、はい、これどうします。セーフティー行きます、入れに行きます、ヒルヒルで、分かんないです、その時に。ああ、なるほど、決まってないです。決まってないですか。その時の状態で変わります。絶対入れに行くっていうのの最大な難易度の一番高い球って言ったらどうなんですかね。どんな状況だろうが入れに行くだろうなっていうので一番嫌だなっていう球。じゃあこういうの嫌ですね。これやっぱ直接です、直接ですねこれはもうすごい嫌です、これはセーフティーの選択もいかないです。はい、僕は絶対、これはもう絶対入れに行きますね。はい、あ、入りましたね。はい、これは、まあ、絶対入れれる球でもあるし、はい、ちょっとティーでしたすぐ飛んだ球、ね、外した時にアンドセーフも全くかかりようがないですし、ね、いやー、てか基本的にナインボール行く時にアンドセーフを考えないと。あ、本当ですか、はい、へー、あ、そうなんですね。飛ばしたらダメっていう考え方じゃないけど、もうはいはいはい、ベースないですね。それはその僕の中ではしっかり狙って入れに、もうナインボール入れに行くのか入れに行かなくて、なるほどですね。タップっていうのがあるんですけど、ちょうど今タップ何使ってますか。
あ、カムイですか。はい。カムイタップだそうです。そう、シンプルはありましたね。え？いや。では、じゃあ、ポケットの大きさはどのぐらいですか。だいたいね、1.9 個ぐらいですね。超ロングドロー。ちょっと待ってください。じゃあ、ラスト2ついきますんで、もうこれで締め切りますね、リクエスト。はい。草野プロのモノマネをお願いします。え？っていうか草野プロのモノマネをお願いします。ふうかさんね。はい。っていうか入れてないんですけど、まだ最後終わったね。入ってますね。あ、映ってないですそれ。え？もうちょっと前じゃないで映ってない。映ってない。あ、これ入りました。入りました。行きましょう。はい。それだけですか。はい。あ、ちょっとね、急出しも真似できました。はい、じゃあそれも行きましょうか。これ正面からの方が分かりやすいんじゃないですか。これは草ちゃんの、あのオープンブリッジと急出しの真似です。はい、草野プロのオープンブリッジの急出し。分かりにくいですね、これ。まあちょっとカメラで伝わったかどうかわからないですけども、はい、ここで失笑が漏れてますけども、じゃあ最後の超ロングドロー、これいつも多いやつですね。はいはい、引けないと思います。これでいいですか。はい、超ロングドローでしょ。はい、手玉と的玉の距離なんですかね。手玉の転がる距離なんですかね。じゃあ手玉の転がる距離でまず行ってみましょうか。あ、じゃあもうちょっと近くて、あの手玉もうちょっと近くてもいいでしょ。いや、どうですか。めちゃくちゃ近づけて。いや、近いと引けるわけでもない。あ、なるほどね。はい、押しみたいです。じゃあ次は距離を言ってみましょうか。どれぐらいですか。超ロング。超ロングですね。じゃあ、あの前じゃないですか。はい。こんな無理ですよ。これぐらい？はい。マスカラは入れてますか？まあ、握ります。握ります。はい。これぐらい、限界だそうです。まあ、僕も限界だと思いますよ。それ以上引かれてもちょっと困りますね。はい、じゃあ、久々に受け損なかったんですけれども、残念なんですけれども、お時間が来てしまいました。はい、では、エンディングの方に入りたいと思います。29回ビリヤード超人列伝で楽しんでいただけたでしょうか。やっぱりさすがですね。たまたまです。たまたまです。本当すごいですね。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、はい、実は明日から兵庫オープンに向けて、はい、そうですね、はい、ジャストドゥイットメンバーが、はい、藤井プロと僕と、ミゾニーと3人で兵庫オープンに、はい、行ってきます。はい、頑張りましょう。頑張りましょう。はい、それでは、来週の放送予定ですが、はい、来週は全日本選手権の栗林超人の試合と、はい、兵庫オープンの結果発表など、たくさんの企画でお送りいたします。はい、それでは皆さんまた来週。さよなら。さよなら。Thank you.